えー、皆さん明けましておめでとうございますちょっと番外編でお伝えしたいと思います、えー、1月6日にですね、えー、日経新聞の夕刊に掲載されていましたカナワイという映画がこういうふうにこういう題材でこういう内容ですよっていうのが載ってたんですがそれを見てですね1月5日の夕刊かなで1月6日 雪が降る中、有楽町で私この香川一区を見てきました、えー。結構お客様お見えになりまして。百二三十人見てらっしゃったんじゃないかなと、そんな感じがします。はい、これね、非常に面白い。えー、私日本映画とか、あんまり好きじゃありません。黒澤監督の時代のものは大好きだったりしますが。ここ、ずっと日本映画面白くねえなというふうに見てたんですが。 これはドキュメンタリーです、えー「なぜ君は総理大臣になれないのか」というのが第一作目でこれが第二作目の監督作品なんですが主人公はこの方小川淳也さんという、えー、立憲民主党の国会議員の方でまあ悪役がににやってらっしゃる前デジタル担当大臣平井さんこの辺が主役なんですけどもこれはですね 次のページ行っていただきますとね日本の現状をものすごく的確に生々しいい映像でお伝えされていますこれはね我々の国の首都圏と、まあ、香川県高松市小豆島この辺を描いてるんですがこれが今のつい先日の10月末の国会、まあ、衆議院議員選挙の模様なんですね。 これは今の現状を的確に表している、とてもあの優れた目を持った、えーまあ、監督さん撮影者たちだなというふうに思いました。でこの方は32歳から選挙を頑張ってらっしゃって今5十歳なんですが、えー、あ私今十8歳なんですけどあ50歳の男性日本人男性が、まあ、まさに今こうやって奮闘していると、えー、そういうのが描かれています。 えー、実はこの人頼りないですすっごい神経質です気がちっちゃいと思います総理大臣なんかに全然向いてませんですが支援者が素晴らしいこれがね私久しぶりに日本映画を見て3回か4回ぐらい、えー、涙が出ました。 あのど真ん中の一番いい席で一人でこれずっと見てたんですけどもちょっと2時間半っていうのが長いのがネックなんですがあと30分ぐらい縮めていただけるといいんですけど支援される方々がね非常に魅力的で、えー、心からこの人を、えー、押し上げたいというか愛しているというか、えー、賛同しているというかがまあひしひしとこう伝わってくるんですよねで。家族も 私と一緒で、まあ、家内とお嬢さん2人っていうことでお嬢さんたちもちっちゃい時から選挙活動を手伝ってらっしゃるんですね。えー、ということでね我々の国の一般的な家庭の人が今どういう状況にあって、まあ、地方とマネ、まあね、首都圏が今どういう状況になってるかっていうのを、まあ、的確にこう描いてる、えー、結構あのドラマチックな展開にもなりますので。 どううでしょうぜひご覧になられた方がいいと思います。1月6日に私が見てきて今1月8日にこう喋っておりますけど開催というかこう上映している映画館少ないんですがぜひ久しぶりにご覧になった方がいいんじゃないかなという日本映画でしたのでちょっと番外編でした時々こんなようなお話もしていきたいと思いますので本年も引き続きどうぞよろしくお願いします。 これが一番面白いと言わないように。<laughs>